今日は後ろ姿美人になる具体的な方法をお伝えします。それではどうぞ。自分に触れれば触れるほど性格、人間関係、仕事まで良くなる心と体のセルフマッサージメソッド、リリナージュのリリーです。後ろ姿を綺麗にしたいときは脇を揉んでください。ボディラインが変わる一番の理由は凝りなんですよね。まあそれこそ肩こりであったり背中の凝りであったり首の凝りであったりっていう、この凝りが実は人のボディラインを変えてしまう元凶なんですよ。じゃあ凝りをマッサージしようっていう風に思うと思うんですけれども、血液の流れが良くなったところで体にとってのゴミ箱っていうのはリンパ節なので、このリンパ節の流れが良くないといくらいらない老廃物を流したとしてもゴミ箱が詰まってる状態だとうまく流れていかなくて、でボディラインの変化が効果的ではないんですよね。なのでまず最初に体のゴミ箱であるリンパ節を掃除していくっていうのが基本なんですけれども、背中のじゃあリンパ節どこにあるのっていうと実は脇にあるので、脇をマッサージするっていうのがとっても大切です。なぜかというと背中には大きなリンパ節がなくって、背中の溜まった老廃物っていうのは脇のリンパ節に向かって流していくのが効果的なんですけれども、例えて言うとキッチンのシンクの三角コーナーにゴミが溜まってるとシンクに水が溜まっていくのと一緒で、あの三角コーナーがいわゆる脇なわけですよ、背中にとって。だから三角コーナーが綺麗になってお水がしっかり流れていく状態になると、いらないむくみや滞っていた血流っていうのが流れやすくなって、背中のむくみであったりそれこそコリっていうのの改善につながると思います。脇ってねなかなか注目することもないですし、身近な部分ではなかったりすると思うんですけれども、脇っていうのは実は二の腕とか背中の筋肉の付け根がこの辺りにあったりもしますし、大きなリンパ節っていうのがある場所になるので、そこを揉んでいくことで腕の筋肉や背中の筋肉、肩の筋肉っていうのを緩めていくっていうのとプラスして、ここの流れを良くすることで脇にあるリンパ節、ゴミ箱をお掃除していくようなイメージで揉んでいただければと思います。脇揉むって今までやったことないと思うんですけど、脇を揉むっていうのは具体的に言うともうそのまんまなんですけれども、4本の指をこっちの脇の中に入れてもらって、こうやって下ろして脇をまず 1,2,3,4,5 回揉んで、次脇の中に入れて、次後ろ側ですね、こっち、これも 1,2,3,4,5で揉んでもらったとしたら、揉んでない方、はい、肩回してもらって、揉んだ方肩回してもらって、どっちが楽ですか、もしくはどっちが可動域が広がるというか回しやすくなったりとかするかっていうのをちょっと今試してもらうだけでも多分揉んだ方が楽になってたりとかすると思うんですよね。この4本の指のところが脇のリンパ節のところを刺激したりとか筋肉を刺激することができるので、先ほど言ったリンパ節のお掃除とプラスして筋肉のコリほぐしが同時にできてしまうっていう感じですね。ぜひ試してみていただくといいと思います。二の腕も細くなりますよ。ちなみに私もあんまり美しくないかもしれないんですけれども、電車乗りながらとかなんか会議中とかも結構脇揉んだりとかしてるんですけど、実はこれ結構エステティシャンあるあるで、長年エステティシャンされてる方とか喋りながら結構いろんなところ揉んだりとかしてる人すごい多いので、この時間帯にこれだけやったらこれだけ効果が出るとかは正直なくって、むしろ自分のできる時間帯、やりたい時にやりたいだけやってもらえたらと思います。一つ注意点があって、で脇のね、それこそ三角コーナーである老廃物がこう溜まっている場所にはなるので、人によっては追い溜めがあったりとか刺激的すぎたりするんですよね。なのでこうやって脇を揉んだ時に痛いってもし感じられた方は絶対無理をされずに、最初はですね脇を次撫でるっていうなでなでしてあげて、三角コーナーにゴミが溜まるぐらい自分がサボってきたのではなくて頑張ってきてるんですよね、逆に言うと。なので老廃物が溜まっちゃうぐらい、流れが悪くなるぐらい頑張ってきた証拠になるので、今までの自分によしよしっていう感じで、なでなでをしてもらってから、だんだんお痛みがなくなってからもみもみしてもらえるといいと思います。脇を揉むことによって肩周りや二の腕のむくみが軽減されていって、
って疲れが取れやすくなったり睡眠が深くなったりとかすると、多分皆さんあると思うんですけど、機嫌がいい時に話しかけられたり体調がいい時に話しかけられる時とかと、あと機嫌がすごい悪かったり体めっちゃ疲れてる時に話しかけられた時で自分の対応って変わってくると思うんですよ。これがいわゆる性格が違うとか、同じ人なのにその時の体調の違いや気分の違いでそれだけ人に対する反応が変わってくるんですよね。ってなってくると、体が楽とかむくみがあんまりないとやっぱ体が軽く感じるので、だんだんこう性格も変化したようになってくると思います。っていうかむしろそっちが本当のあなただったんですよね。ただただむくんでたり、ただただ疲れが溜まってて、もしかしたら人にはなんか優しくなれない時があったりとか、子供にきつく当たっちゃう時があったと思うんですけど、多分それって本来の自分ではなくって、ただ疲れてるあなただったので、本来の自分の体の軽さや心の軽さに戻っていくっていうだけっていう感じですね。背中は痩せないと、脂肪を落とさないと変わらないっていう風に思ってらっしゃる方めちゃくちゃたくさんいるんですけれども、以前の動画でもお話をした通り、メンタルとすごくつながりがあったりとか、睡眠とつながりがあったり、あとは背中のゴミ箱であるこの脇を揉むことでラインが結構変わってくるんですよね。後ろ姿写真撮っといてください。脇揉むだけでこんなに変わるのかって方も出てくると思いますので、ぜひお楽しみにしててください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。セルフマッサージを一緒に楽しみたいと思ってくださった方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最新情報のお知らせや、メデ力診断が受けられる LINE アカウントにもぜひ遊びに来てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。リリーでした。